ジェマイル・ニキワ・ウィークスは、アメリカ合衆国、フロリダ州オーランド出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。兄のリッキー・ウィークスもプロ野球選手、レイク・ブラントリー高校からマイアミ大学に進学。大学3年時の2008年には63試合で、打率36、363、13本塁打、62打点、22盗塁を記録。 2008年の MLB ドラフト一巡目で、オークランドアスレチックスから指名を受け、190万ドルの契約金で入団。2009年と2010年には2年連続で、オールスターフューチャーズゲームに出場している。2011年は、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでスタートし、6月6日に、聖にルイシュ・マーク・エリスの故障によりメジャー昇格を果たした。 2012年は頻繁にスタメン起用され、規定打席に到達。出場118試合で打率、221で本類打2本、盗塁16個を記録し、98本のヒットを打つも、規定打席到達者では、メジャー全体でワーストタイ記録の本数だった。2013年12月2日に、ジム・ジョンソンとのトレードで、ボルチモア・オリオールズに移籍した。 2014年3月11日に、オリオールズと1年契約に合意した。2014年8月30日に、ケリー・ジョンソン、マイケル・アルマンザーとのトレードで、イヴァン・デ・ヘスース・ジュニアと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。2015年7月29日に、ィーフとなった。31日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級、ポータケット・レッドソックスに降格した。 このままシーズンを終え、10日5日に FA となった。2016年1月14日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕ロースターはならなかったが、4月20日にコーリー・スパンジェンバーグの15日間の故障者リスト入りに伴い、メジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。 10月25日に40人枠から、ハズレトリプル A 級、エルパソチワワズに降格した。2016年12月23日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2018年2月14日にメキシカンリーグのモンクローバス・ティーラーズと契約する。7月3日に FA となった。この年限りで現役を引退した。同じ二類種である兄、 リッキーと比べて一回り小さい体格で、パワー面では見劣りする。しかし、守備と走塁の評価は、兄よりも上で、先球眼にも優れた典型的な位置、2番打者タイプのスイッチヒッターである。マイナー時代から故障が多いのが、最大の弱点で、メジャーの舞台で潜在能力を十分に発揮できるかどうかについては、スカウトの間でも意見が分かれている。ありがとうございます。